シッドブラックチェリーの本玉。AU by KDDI がお送りします。本玉パーソナルクエスチョン。今回はヤスさんの答えに対し、本玉ダンサーズが勝手にギャグ度とロック度を採点しちゃいます。それでは参ります。最近嬉しかった出来事は何？おじさん、ちょっと年配の方っていうんですかね、にファンなんだよみたいな、握手してって言われたんですね。それがね、マジみたいな感じで、ついやってしまう癖は何ですか？何でも匂いを嗅ぐ。ちなみに、はい、ほんまにええなと思う匂いは、サラっていうシャンプーがあるんですけど、その匂いを嗅ぐと発情するんですよ。まあ、僕はまだね、若き頃にですね、大人の階段を一歩登った時にね、女の子はその匂いをしてたんですね。もうやめておきましょうか。これは絶対負けないと思うことは何？僕はね、ブラジャー外すのが世界一早いです。ちなみにブラジャーを早く外すコツは、優しさと激しさです。まあぶっちゃけって言わせてもらうと、まあ、何点でもいいかなっていう。イメージオン様、ニューアルバム QED にちなんで QED で始まる歌詞の歌、はい、キミダチキウイパパイヤマンゴーだね、知らんか。ポイントはどこですか？ポイントはやっぱ胸筋じゃないですか。胸筋ですよ。
すごいですよあれ、まあ、おっぱいフェチの僕からしたらたまらないこの胸の持ち主に殴られてみたいおーやいやおんたまメール、はい、マネージャーさんからメールが届いています。やすさんへ、いつも新幹線に乗り遅れたり道を間違えてすいません。ちょっとずつ進歩していきますので見捨てないでください。現場マネージャー丸山より。それでは返信してください。制限時間内にどうぞ。丸山さんは新人なんですか？もう1年半経ちましたけどね、ちょっとね進歩しましたよ。どんなところが？あの、はいって言えるようになりました。もっと書いて。もっと書くんですか？マネージャーさんのいいところはどこですか？顔がウミガメに似てるんです。最初から拾ってないよという、こんなんですか、もうウィンクみたいな。でも俺も遅刻してごめんね、ハートみたいな。あの、ここは言っときますけど、アーティストイメージを先行したのいいやつぶっただけなんだ